皆さん、こんにちは。ハシコープで推移をやらせていただいています、村田と申します。本日はですね、Terraform Cloud 初めてシリーズの第2回ということで、VCS 連携ワークフローについてご紹介させていただきます。はい、で第1回の動画の方でもですね、OSS Terraform を使ったときの典型的なワークフローについてはご紹介させていただいておりますけども、まあ、一般的にこの OSS の Terraform を使って、まあ、それでこう、 複数人でですね、インフラをプロビジョニングしていく際には、いろいろなですね、気になるポイントが出てきますよというようなお話をさせていただいています。で、その中で、まあ、第1回ではですね、このステートの管理のところについてご紹介させていただいたんですが、第2回の今回はですね、VCS の連携についてご紹介させていただければなと思っております。 はい、でテラフォームクラウドを活用して、まあ、テラフォームを運用していく方法としては、大きく3つワークフローが存在しています。で1つ目が、ね、CLI ドリブンワークフローということで、まあ、CLI 経由で、まあ、OSNS のテラフォーム、ご利用いただいている皆様ですと、えー、非常にイメージしやすいかなと思うんですけれども、まあ、コンソールからです、ね、普通にテラフォームプランですとか、テラフォームアプライと。 実行していただくような形になります。その実行をする場所であったり、実行するときに使う変数であったり、実行結果のステートの情報をテラフォームクラウド側で管理していくといったようなフローになります。そして2つ目がですね、API ドリブンワークフローということで、まあ、API 経由でテラフォームをキックしていただくというような形になります。まあ、他のシステムと何か連携してテラフォームを実行していきたいというような場合にご利用いただけるようなものになります。 そして本日の主題になりますけども、VCS ドリブンワークフローというものも選択できるようになっておりまして、こちらはですね、VCS、GitHub などのシステムと連携して、テラフォームを実行していくということができるようなものになっています。でまあ、テラフォーム自体がですね、まあ、インフラをコードで管理していきましょうというようなモチベーションのものになりますので、えーまあ、そのコードを管理するという仕組みと、まあその テラフォームの実行をですね紐付けられるということで、まあ、非常に有用なワークフローになっているのかなと思っています。で、まあ、この VCS 連携を使っていただきますと、まあ、このバージョン管理されたですね、えー、コードとテラフォームが連携することによって、まあ、常にこの VCS の中に入っている設定ファイルがテラフォーム側で今実行されているものですよというような考え方をできるというところが一番のメリットになります。 まさにですね、この VCS 側で管理されているコードがそのままドキュメントとしてですね、ご利用いただけるようなものになります。サポートされる VCS のプロバイダーとしては、こちらのようなものがありまして、GitHub さんですとか、GitLab さんですとか、BitBucket といった主要なプロバイダーがですねサポートされております。はい、それでは早速デモに入っていきたいと思います。 で今回のデモではですね、テレフォームクラウドと VCS の接続のところのご紹介がまず1点目。で、その際にですね、変数の設定についても少し触れさせていただきたいと思います。そして2つ目がですね、テレフォームクラウドの GUI から普通に乱してみましょうというのが2つ目です。 そして最後にプロリクエストの対応して値段を実行していくというところまで、どんな感じで見えてくるのかというところをご紹介させていただければなと思います。はい。それでは早速なんですけども、デモの方に入っていきたいと思います。今回はですね、すでに GitHub 上に登録されているリポジトリを使ってデモ実施していきたいと思います。はい。それでは、まず GitHub 連携のところなんですけども、こちらのですね、 オーガナイゼーションのセッティングスの下の方にですね、このバージョンコントロールと書いてあるところがありますけども、こちらのプロバイダーの場所から設定していきます。で、この VCS プロバイダーズというところで、まあ、もうすでにですね、私の場合は GitHub の連携は済んでいるんですが、Add VCS プロバイダーを押していただいて、で接続したい VCS ですね、を選んでいただいて、 であとはですね、まあ、このドキュメントに書いてあるとおりに、GitHub 側でですね、まあ、新しいオー s のアプリケーションとして、Terraform Cloud を登録していただくような流れになるんですけども、まあ、このリンクを押していただいた先にですね、まあ、これらの値をまペタペタ貼っていただくだけで簡単に登録できるかなというところですね。でこれペタペタした後に、レジスタアプリケーションというのを押すと、こちらで必要なですね、まあ、クライアントの ID ですとか、 シークレットが発行されますので、それでコネクトしていただくといったような流れになります。ここではすでにもう接続済みのです、ね、情報がありますので、こちらを使っていきたいと思います。はい、VCS の接続が済みましたら、次に、この VCS のリポジトリの中に入っているコードを使ってワークスペースを作っていくわけですけども、 ワークスペースが、ちょっと。はい。ここにですね、えー、クリエイトワークスペースをポチッと押しまして、そして、えーまあ、先ほどもですね、えー、ご紹介しましたけども、まあ、3つワークフローがありますよという中で、えー、今回はバージョンコントロールワークフローを使っていきます。はい。で、えーまあ、先ほどつなげたですね、まあ、GitHub のアカウントを選んでいただいて、 でどのリポジトリを使いますかというのが出てきますので、まあ、今回はこの VCS ドリブンワークフローというものを使っていきます。はい、では、まあ、どのプロジェクトに配置しますかというところで、え今回ですね、VCS ドリブンデモというものを作ってありますので、まあ、そこに置いていきます。でですね、えーまあ、このままあクリエイトワークスペースしていただいても問題ないんですけども、まあ、少しだけこのアドバンストオプションのところをご紹介させていただきますと、まあ、ここでですね、まあ、追加のオプションが選べますが、 まず一つ目のアプライメソッドについては、ここではですね、ちょっとオートアプライにしておきます。はいまあ、これ、手動でアプライを実行するか、まあ、自動的にですね、まあ、そのまま実行する、まあまま、そのままの説明はしてしまいましたけども、どう実行していくかというところを選んでいただけます。そして、次にラントリガーなんですけども、 まあ実,実行をです、ねまあ、どのタイミングでやりますかというところの指定をしていただけるようになっています。で常に実行するのか、それとも何かしらこう指定されたパスに対して変更があったときにえ実行しますか、もしくは Git にです、ねまあ、タグが発行されたときにえテラフォーム側で実,を実行させますかなんていうところを選んでいただくことができます。はい、あと VCS のブランチも選んでいただけます。 何も書かなければですね、デフォルトブランチに対して変更があったときに、テラフォームが起動するようになりますが、何か特別なですね、テラフォーム用のブランチを切っていくような場合には、ここにブランチの名前を入れていただくといったような流れになりますで。最後にですね、このプルリクエストというところで、オートマティックスペキュレーティブプランと書いてありますけども、これはですね、プルリクエストを受けたときに自動的にテラフォーム側でプランを実行しますよと。 いうようなオプションになります。まあ、これをするとですね、プロリクエストをマージする前に、まあ、そのコードの変更、差分だけを見るのではなくて、ま e r r a f o の実際のこのプランの結果を見て、あ,あ、これだったらいいねっていうような、このマージするしないの判断材料の一つとして、テラフォームのプランの出力を,を利用いただけるようになります。ここもですね、チェックを入れておきます。はい、これでクリエイトワークスペースはい。 これでワークスペースは完成ですで。今ちょっと設定読み込んでますけども、このままですね、はい。このままですね、ワークスペースの概要に飛んでいきたいと思います。で設定された通りにですね、どこの VCS のリポジトリ使いますかというような設定が入っていたりですとか、あとはオータープラインの設定になっていますと。とエグゼキューションモードがですね、今,今回リモートになっています。前回おそらくローカルで実施させていただいて、 いるかなと思うんですけども、ここではリモートになっていまして、リモートにしておくと、このテラフォームクラウド側で、テラフォームがですね実行されるというような形になります。その場合に、例えば AWS 側に何かこうプロビジョニングしていきたい場合には、ここの認証情報がですねテラフォームクラウド側に必要になってきます。それを設定するのが、この ConfigureVariables というところで、変数の設定をしてあげるところになります。 で、まあ、一個一個ですね、まあ、ここでワークスペースごとに変数を設定してあげることもできますし、まあ、バリアブルセットという形でですね、まあ、もう少し広範囲に変数を指定していくということもできるようになっています。今回はワークスペースバリアブルズで変数をですね指定していきたいと思います。なので、例えばここで環境変数として AWS アクセスキー ID でバリューが与え、まあ、と。 ような形で設定していただくことができるようになります。ここではですね、ちょっと、裏からあ値だけ設定したいと思いますが、はい。こんな形でですね、テラフォーム側で必要になってくるまあ変数を、環境変数の形であったりですとか、 もしくはテラフォームの変数の形で設定してあげることができます。これで AWS 側にテラフォームクラウドからですね、えー、インフラをプロビジョニングしていく準備ができました。では実際に実行してみましょう。一旦ですね、この UI 側から一度ランジしてみたいと思います。 でも、これは通常のですね、CLI ドリブンワークフローですとか、API ドリブンワークフローも同じですけども、プランが走って、何ができるよっていうのが見えてきて、で、その後にですね、それでいくらぐらい出費が増えますよなんていうところも表示されてきて、で、実際にアプライして、ここですと、 前回ですね、利用させていただいたのと全く同じものになりますけども、一個だけですね、AWS のインスタンスが立ち上がるような形になっています。はい。で、ちょっとアプライを待っている間にですね、で次に、プルリクエストを投げたときに、どんな感じで見えてくるのかというところをご覧いただこうと思います。はい。では、こちら側で何かですね、 適当に変更したいと思います。そして、リクエストを投げてみます。ちょっとこっちを、にしおきますね。はい。プリックス投げてみますと。そうするとですね、ここにテラフォームクラウドの表示が出てきました。 これが先ほどご説明させていただいたスペキュレイティブプランになるんですけども、ここでいいですね。プロリクエストを投げたタイミングで、誰からですね、プロリクエストがありましたよ。そしてプランしますよ。で、これをマージしたときに何が送きるんですかっていうところをですね、テレフォームクラウド側でプランを回すことで教えてくれるような機能になります。こちら側で見てみましょう。 管理者側で見てもですね、まあ、同じように見えてきます。そして、まあ、ディテールのボタンを押すと、まあ、先ほど直接見に行ってしまいましたけども、実際のですね、プランの実行結果ですとか、まあ、どう変わるのかですとか、同じようにですね、えー、どれぐらいお金が変わるのですか、まあ、今回ちょっとタグをいじっただけですので、満、ま、水、あの変動はありませんけども、まあ、こういった形で表示を見て、まあ、これによってですね、この フルリクエスト側のコードの変更を見るだけではなくて、実際のアプライの結果も見ながらですね、マージしようかな、どうしようかなというところを判断していただくことができます。今回はマージを実際に実行していきたいと思います。するとですね、こちら側で実際の欄が走りますよと。実際の欄というか、実際アプライされますよというような形になります。はい。 えー、今回ご用意させていただいたデモとしては以上になります。はい、まこんな形でですね、えー、VCS 側と連携させて、まあ、UI からランスすることもできるんですけども、この VCS に紐づいているコードに対してですね、何かコミットがあったりですとか、まあ、設定によっては Git のタグが何かあ、まあ、作成されたときですとか、もしくはプルリクエストがされて、でそれを マージしたときなんていうタイミングで、テラフォームをですね動かして、プロビジョニングを走らせることができますよという内容でございました。はい。えー、本日の内容はこちらで以上になります。でちょっとですね、えー、例えば先ほどテラフォームクラウド側にですね変数の設定して AWS 側に認証をかけますよなんていうような お話をさせていただきましたけども、まあ、あそこに線数設定していくと管理めんどくさいんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、もしかするとですね、この VCS でデプロイするところまでは、まあ、確かにコードがですね、えー、テラフォームでデプロイするインフラの形を表しているけども、その後に何か変更を、例えば UI 側でですね、AWS の マネジメントコンソール等でいじられてしまったらどうするのなんていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、テラフォームクラウドでは、まあ、そういった問題に解決するための機能もですね、ご用意させていただいておりますので、またあ次回以降の動画でですね、まあ、そのあたりもご紹介させていただければなと思っております。ぜひですね、テラフォームクラウドについて少しでも興味を持っていただけましたら、まあ、概要欄のリンクからですね、 サインアップいただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。